ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、秋を迎えた江戸時代の農民たちがどんな生活をしていたのか、という話をするぜ。ちなみに、他の季節についての動画の URL を概要欄に貼ってあるから、よかったらそっちも楽しんでくれ。ということで、農民の秋の生活についての話を進めていくぜ。秋は実りの季節だから、今でも農繁期って言われる忙しい時期よね。農業用の機械がない江戸時代って、きっと今以上に忙しかったんだろうね。そうだな。で、夏の生活と冬の生活を紹介したとき、地域を特定したが、今回も地域をある程度特定して話を進めていくぜ。確か農村の夏の生活は近畿地方、農村の冬の生活は関東地方だったわね。そうだ。だから今回は、そのどちらでもない信濃地方のとある村が、動画の舞台だ。信濃地方ってことは、今の長野県あたりね。長野県といえば、ぶどうとかかぼちゃとかりんごとかたくさん美味しい特産物がある農業王国だわ。江戸時代もきっと農作業で大忙しだったんじゃない？まあ、江戸時代の信濃では、ぶどうやりんごなんかはさほどたくさん栽培してなかったけどな。そりゃ、今の農業とは全然違うのはわかってるけど、気候とか地形はそう変わってないでしょ。江戸時代の信濃地方でも、たくさんの農作物が収穫されてたんじゃないの？って話よ。そうだな。食べられる作物だと、米、そば、ごぼう、里芋、野沢菜などを栽培していた。特にごぼうや里芋は、今でも伝統野菜として保護され、栽培されているぜ。え、今、食べられる作物って言った？なんだか、変な言い方するのね。食べ物じゃない農作物なんてあるの？あるぜ。例えば、綿花、藍、菜種とかは食べ物じゃないだろ。なるほど、確かにそういうのもあるわね。もしかして信濃の国ではそういう系の作物も栽培してたの？ああ、年貢の一種として納めることができたし、現金収入にもなるからな。それに作物によって、農作業の時期や作業も違うだろ？つまり、その地方独特の農作物があるなら、それぞれの作物ごとに色々な作業がある。だから、地域によって農民の生活ルーティンにも違いがあるはずだ。そういうことも踏まえつつ、まずは、江戸時代の秋の農作業についての話を進めるぜ。今回は秋という季節を現在の9月から11月中旬までとしよう。この時期にお米が収穫されるから、年貢を納めるのもこの時期になる。江戸時代の経済ってお米が中心だから、基本は日本全国どこでも年貢はお米で納めていたのよね。多少例外はあるけどな。江戸時代、どんな風にお米を収穫していたの？現在の農作業でもそうだが、信濃地方は10月初旬に稲刈りをする。9月にはもう、水田から水を抜いてあるから、田んぼの中の土は硬くなって作業しやすくなっているんだ。今は、機械で刈り取るけど江戸時代だったら、当然、手作業でしょ？ああ、釜で稲を刈り取る。稲作っていうのは、一枚の田んぼの稲が一斉に成熟するように育てるから、刈り取るときは、一気に刈り取らなきゃならない。そして、刈り取ったらすぐに天日干しにしなきゃならないから、稲刈りとなると、村総出で作業に当たった。ご飯として食べられるようになるには、まだまだいろんな作業があるのよね。そうだな。米は、玄米の状態で年貢として納めるから天日干しした稲を脱穀しなきゃならない。どんな道具を使っていたの？元禄時代に、千葉こきが発明されるまでは、竹製のこき箸が使われていた。千葉こきは見たことあるわ。地方の資料館とかに展示されてたりするわよね。でも、こき箸は見たことないわ。どうやって使うの？2本の竹棒の一端を藁などで結んで、その間に穂先を挟んで揉みをしごき落とすんだ。うわぁ、すっごい手間。で、そうやって脱穀した米を年貢として納めるわけだが、霊夢、その年貢米ってどんな形をしてると思う？そりゃ、米俵状になってるんでしょ？その通り。その俵なんだが、実はものすごく厳しい規定があって、どこの藩の法令の中にも、必ず、俵に関する決まりがあるんだ。へぇ、俵ってただの梱包材じゃなくて、お米を運ぶために必要不可欠なものだから、俵の品質って、領主にとっては重要事項だったのね。そう、見本の俵を作って各村に配って、その見本通りの俵を作らせていたし、農村から徴収した年貢を藩の米蔵に納めるときに、あらかじめ用意している見本の米俵と照会して、規格に合わないものは、改装させたりしていたんだ。梱包した状態を、そんなに厳しくチェックしてたのね。国によっては、その俵を編むときの縄の細さまで指定していたぐらいだからな。この米俵に米をどれだけ入れるとか、どうして米俵をきれいに作る必要があったのかとか、年貢米に関していろんな話があるんだが、それを話し始めると本題からずれてしまうから、年貢米についての話はここまでにしておくぜ。とりあえず、年貢米を納めるという秋の大イベントはこれで終わりってことね。そうだ。で、次は年貢を納めた後、江戸時代の農民がどんな一日を過ごしていたのか、という話をしよう。さて、霊夢。
今日は、私の魔法で信濃の国の北東部の、とある農村にタイムスリップしたぜ。今回は、何かに乗り移ったわけじゃないのね。マリ様で巫女の格好をしてるけど一体、どういう設定？秋祭りのためにこの村を訪れたフリーの巫女って設定だ。秋祭りですって、それは楽しみ。それじゃあ、早速この村の秋の生活を見て回ろう。待って、まだ日が昇ってないわよ。こんな時間から村の中を歩き回るの？この村の組頭の善兵衛さんが朝ごはんをご馳走してくれるそうだ。え、マリサ、そんな約束を、いつどうやって取り付けたの？細かいことは気にするな。ところで霊夢、農村で組頭ってどんな立場かわかるか？今で言うと、自治会の班長さん的な立場の人よね。ああ、そういう人の懐に入ってしまえば、周りの人に怪しまれずに済むだろ？それはわかったけど、こんなに朝早くに訪ねて迷惑じゃないの？大丈夫だ。ほら、善兵衛さんがもう野良着姿で出迎えてくれているぜ。お邪魔します。早速朝ごはんが出てきたわ。ご飯とお味噌汁ね。いただきます。あれ、なんだかいろんなつぶつぶが入ってるのね。米はどれなのかしら？ほんの少しだけ米が入ってるぜ。年貢を納めた後だから、去年の残りを雑穀に混ぜて炊いてくれたんだ。私たちのために？それはありがたくいただかないと。お味噌汁の中は里芋かな？ごちそうさまでした。さて、善兵衛さん一家はすでに年貢も納めたし、田んぼでの作業はない。でもとても忙しいんだ。今から何をするの？お手伝いできることはあるかしら？善兵衛さん家の14歳になる跡取り息子は、お祭りのための踊りの稽古に出かける。10歳になる娘さんは、庄屋さんの家に行儀見習いと子守に行く。娘ちゃん、まだ10歳なのにもう働いてるの？14歳の跡取り息子も働いてるぜ。息子さんと善兵衛さんは、秋祭りが終わったら江戸へ出稼ぎに行くし、娘ちゃんは、来年の春になったら江戸の大きな商家で女中見習いとして働くことが決まっている。そんなに小さいうちから親元を離れるのね。善兵衛さんも心配でしょうに。あ、それに善兵衛さんと息子さんが江戸に出稼ぎに行ったら、男手がなくなっちゃうんじゃない？それは大丈夫だ。善兵衛さんの父親が存命だし、どうとでもなる。でも朝ごはんの時、善兵衛さんの母親はいたけど父親の姿はなかったわよ。それは、昨夜が更新校の日だったからまだ寝てたんだよ。更新校の日？何それ？更新校は江戸時代に流行った新校で、江戸でいうところの狩野猿の日に、信者のグループが一軒の家で集まって、更新様を祀っておみきや精進料理などを祭壇に備え、巻いたら巻いたら諏訪かという念仏を唱える。それが終わったら、信者同士で一晩中語り明かすんだ。一年で一番、忙しい時期におじいさん、徹夜してたの？何のために？ものすごくざっくり言うと、更新様は農家の守り神だし、その更新の日に寝てしまうと長生きできないと考えられていたんだ。その更新校の日って、一年に何回あるの？60日に1回回ってくるからだいたい5回ぐらいだな。善兵衛さんも善兵衛さんの奥さんも夜鍋仕事してたでしょうに。おじいさんは信仰のためとはいえ、一晩中お酒を飲んで村の人と話し込んでたわけね。いやいや、更新の日は家にいても、100回くらい巻いたら巻いたら諏訪かを唱えて、夜鍋もせずに、ただ祈り続けるんだ。貴重な一日なのに。でも、それだけ大切な儀式だったってことね。それで、今日は善兵衛さん自身は何をする予定？稲を刈った後の田んぼに菜種を巻きに行くそうだ。菜種？あ、そういえばさっき食べ物じゃない農作物の話をした時、ちらっと言ってたわね。普通、菜種はアンドンなどの燃料の油を取るために栽培するんだが、善兵衛さんの村で育てている菜種は、野沢菜なんだ。あ、ちゃんと食べられる農作物ね。じゃあ、おっかさんは何をするの？午前中は、おばあさんと一緒に蚕の世話だ。幕府は、年貢を徴収するための田んぼや畑を桑畑にすることを禁止してたんだが、この地方では、田畑として利用できない河原の荒れ地とか山の傾斜地がたくさんあったから、幕府の禁止令に抵触することなく、桑畑が作れたっていう事情もあって養蚕が盛んなんだ。善兵衛さんの家も、副業として蚕を飼育しているから、秋に孵化した蚕の世話も家族総出でやるんだよ。じゃあ、善兵衛さんたちが出稼ぎに行ったら、おっかさんとおじいさん、おばあさんとで頑張るわけね。善兵衛さんの手伝いより、おっかさんの手伝いをした方が面白そう。なら、昼食作りを手伝ってくれって。喜んでお手伝いしますよ。って、何を作るの？え、材料はこれ？糧飯を作ってくれって？ナッパの切れ端と小さな里芋、それからほんの少しの玄米と水、これだけ？それと、これだ。蚕のさなぎの佃煮と稲子の佃煮。貴重なタンパク質だもんね。じゃあ、糧飯と付け合わせの佃煮を用意しておきますので、行ってらっしゃい。で、私たちが昼食を作って、善兵衛さん一家が昼食を食べに帰ってきて、2時間ほど休憩したら、農作業を再開した。お昼からはどんな作業をするの？
息子さんは、秋祭りの打ち合わせだ。江戸時代の農村には、若者組とか若者衆と呼ばれる独身男性だけのコミュニティがあって、秋祭りの運営を行っている。へえ、今でいう青年団的な組織なのかな。そうだな。息子さんは、夜は全米さんの家じゃなくて若者組の宿舎で寝泊まりしているんだ。その習慣は結婚するまで続くんだぜ。じゃあ、若者組の仲間同士の間には、強い信頼関係があるんだろうね。若者組の宿舎では、農具の修繕や稲わらで防寒具を作ったりといった夜鍋仕事も共同でこなすし、全米さんの家のように出稼ぎで男手が足りない家があっても、村に残る若者組のメンバーが手助けしてくれたりするんだ。秋祭りに参加させてくれって私が交渉した相手も、神社じゃなくて若者組なんだぜ。へえ、私の知らないところで若い男性と交渉してたんだ。ま、それはさておき、全米さんのところに商屋さんが出稼ぎの許可状を持って訪ねてきたぜ。え、出稼ぎに行くのに許可状が必要なの？ああ、江戸中期頃から、地方からの出稼ぎは許可制になっていたんだ。何か手続きを踏まなきゃ、その許可状ってもらえないものなの？ああ、全米さんの村だと村役人全員に署名してもらった出稼ぎの願書を領主に提出して、許可状をもらわなきゃならなかったんだ。ちなみに村役人っていうのは侍じゃなくて、商屋さんとかこの村のリーダー格の人たちのことだぜ。もし、その面倒な手続きをすっ飛ばして勝手に江戸に出稼ぎに行ったらどうなるの？この許可状は、江戸に着いたら町奉行所に提出するんだ。そういう手続きを踏まず勝手に江戸の町で働いてたら、犯罪者として扱われて、問答無用で佐渡の金山で強制労働に従事させられる。そんな厳罰を食らうんだったら、面倒でもちゃんと手続きを踏むべきよね。さて、そうこうしているうちに日が傾いてきたな。みんな家に帰ってきたぜ。お帰りなさい。娘ちゃんも丸一日働いてきたのね。偉いなぁ。おっかさん曰く、明日は秋祭りだからごちそうだけど、今夜は団子汁だけで申し訳ないって。とんでもない、雑穀のご飯の残りと小麦粉で作ったお団子がもちもちして美味しいわ。手作りの味噌に里芋や大根と団子が入って、体がポカポカしてきたぜ。明日のお祭り、楽しみねぇ。明日、秋祭りでもおっかさんとおばあさんは、晩ご飯の片付けの後、冬用の着物を仕立て直すために夜鍋をするそうだ。女性陣はずっと働き詰めなのね。おじいさんはお昼頃起きてお団子を作ってくれたけど、息子さんは晩ご飯の後若者組の宿舎に行って、そこで朝まで過ごすんだ。江戸時代の農民の秋の生活の様子をじっくり体験できたわね。さて、今夜はこのまま全米さんの家に泊めてもらって、明日はいよいよ秋祭りだ。板の上でむしろを敷いて、藁を編んだご座で寝るのもなかなかできない体験だわ。この時代、町でも足に藁を詰めた布団を使ってたぐらいだからな。肉体労働で疲れてるから、こんな寝具でもぐっすり眠れるぜ。明日はどんなお祭りなのかしら？どんなごちそうが食べれるのか、とっても楽しみだわ。さて、夜が明けて秋祭り当日だぜ。どんなお祭りなのかな？クライマックスは夜中に行われる奉納舞で、全米さんの息子さんは剣舞を披露するそうだ。すごいわね、芝居小屋まで出てるじゃない。女の人たちも今日は髪をきれいに結い上げて着物も野良着じゃないし、華やかだぜ。一年間一生懸命野良仕事に精を出して、たくさん収穫できたことを神様に感謝するっていう雰囲気が、村中に満ち溢れているわね。神社から笛とか太鼓の音も聞こえてくるわ。今でも秋になると、日本各地で大小様々な秋祭りが行われている。その一つ一つに、地域の人たちが大切に守ってきた伝統があり、それぞれが唯一無二の芸術だと思うぞ。そうね。私たちが今見ているこの村の秋祭りも、ずっと受け継がれていくはずよね。それと、農村の祭りといえば男女の出会いの場でもある。そのあたりの話も概要欄にリンクを貼っておくので、それを見てもらうと、この秋祭りの後にそんな大人のイベントがあるなんて。で、当時の農民がどんな秋祭りの夜を過ごしたのかを想像できると思うぜ。さて、霊夢。私たちは、流しの巫女っていう触れ込みでこの村に紛れ込んだから、この村のどの家を訪ねても、きっとごちそうが食べられるぜ。そうね、じゃあ、早く行きましょう。お祭りの日は、いわゆる晴れの日だ。だから、縁起のいいもの、貴重なものが食べられる。せっかくだから全米さんの家に行きましょう。おう、きっとまた訪ねてきてくれると思って、お膳を用意して待ってましたってさ。じゃあ、早速ごちそうになろう。って、やっぱり雑穀米のご飯なのね。農民は白米を食べるのを禁止されてたからな。でも、おかずは豪華だぜ。汁物にお魚が入ってるわ。骨がたくさんあるけど美味しい。これは鯉だな。こっちの佃煮は蚕のさなぎじゃなくて船だ。やっぱり虫よりお魚の方が全然美味しいわ。え？半殺しも食べてくれって？半殺しって何を食べさせようとしてるの？慌てるな。半殺しっていうのはおはぎやぼたもちのことだ。あ、そうなの。びっくりしたわ。
砂糖やもち米を使ったこんなお菓子が食べられるのは、一年のうちで今だけなんだぜ。私たちが食べるより、春から江戸に奉公に出る娘ちゃんに食べさせてあげてほしいわ。大丈夫、たくさん半殺しを食べてくださいだってさ。江戸なら白いご飯がたくさん食べられるからって。なんていい子なの。じゃあ、遠慮なくいただきます。この半殺し、信じられないくらい美味しいわ。美味しくて当然だ。動画の中で詳しく紹介できなかったが、脱穀した米を精米するには、かなりの手間がかかっている。この半殺しは、全米さん一家が大事に育てた米や大豆を使って作られているものだからな。本当にほっぺたが落ちそうよ。食べる側の私たちも実りの秋に感謝すべきだな。ちなみに冒頭でも言った通り、他の季節について解説した動画もあるから、気になる人は概要欄を見てみてくれ。ところでマリサ、私たちの出し物って何をするつもり？みんなの前で、私の魔法を使って元の時代に帰るんだ。え、それって一瞬でみんなの前から消えるってことでしょ？そんなことしたらこの村の伝説になっちゃう。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。